皆さんこんにちは、ミキの昴生です。亜生です。実は私 SF 大好き人間なんですが、今回は皆さんに大迫力の一本をご紹介しようと思います。それが2022年のアカデミー賞で最多6部門を受賞した全世界大ヒット作、映画デューン砂の惑星。デューン、以前も本作のイベントに呼んでいただいて、その魅力を語らせていただいたんですが、はい、いよいよ3月15日にパート2が公開されるということで、その魅力をお伝えできればと思います。お願いします。この動画はワーナーブラザーズとタッグを組んでお送りいたします。まずあらすじをざっとご紹介すると、砂の惑星デューンの支配権をめぐる戦いで父親を殺された名家アトレイデス家の御曹司ポール、彼が宿敵ハルコンネン家に復讐を誓い、惑星デューンを支配するため決戦へと立ち向かっていく、まるで天下統一を目指す大名を描いた大河ドラマのようなお話。ここからは私の推しポイントをご紹介します。刮目せよ。推しポイント1、圧倒的な世界観。確かに見たことがない圧倒的な世界観。ほんま？登場するガジェットの数々がオタク心をくすぐるんです。ガジェット、虫のような乗り物はあの有名なアニメの元ネタ。どのアニメかな。さらに大河ドラマのようと言いましたが、敵味方のそれぞれの思惑や人間ドラマも熱いんです。Kill them all. You need to face your fears. I know you. 推しポイントの2つ目は没入感のある映像体験ですね。大迫力のアクションにハラハラドキドキすることはもちろんなのですが、絶景の砂の惑星の映像美、世界の絶景100の堂々の1位に選ばれると思います。海外旅行も味わえるお得な映像体験、まさに劇場で見るべき作品なんです。そして3つ目の推しポイントはティモシー・シャラメのかっこよさ。言わずもがな。 Let me fight beside you。 滅ぼされた一族の後継者ポールを演じるのはティモシー・シャラメ。はい。次第に救世主として目覚めていく彼の姿はどこから見ても眼福です。眼福です。360度どこから見てもかっこいい。私幸せです。そんな熱く語ってしまったデューンですが、いよいよ親父を殺されたポールの復讐、そして宇宙の命運をかけた最終決戦が始まります。ついにここまで見たあなた、一緒にデューンを押しましょう。いや本当に兄ちゃん、分かりやすい説明ありがとう。兄ちゃんがお兄ちゃんでよかった。僕は幸せやで。嬉しい。3月15日公開、デューン砂の惑星パート2、お楽しみに。